いらっしゃいませ。今日も私に会いに来てくれたのかな。本当にそうだったら嬉しい。いいなあ、私も一緒に。ハイト、今日は私と喋れる？二人とも接客中でしょ。ほら、お仕事に戻って。何飲むの？私も何か飲みたいな。いいの？ありがとう。ボトル取ってくるね。いただきます。もらっていいの？ありがとう、嬉しいよ。これは大事にしないとね。ん？何のこと、ハイト君？見られたくなかったのに。最悪だよ。片思い、気持ち、伝え方、はい、そうです、確かに調べました。調べたけど無駄だったよ、できるわけないもん。相手の目をまっすぐに見つめて、思いを素直に伝えるのがいいって書いてあったんだよ。そんなこと恥ずかしくてできるわけないじゃんね。酒を用意する？私まだハイト君とお話ししたいな。嬉しい、もう少しお店にいてくれるんだ。何飲むの？私もいただいてもいいかな。お客さんに呼ばれちゃったから行ってくるね。いいの？うん、ありがとう。普通に嬉しいと思ってしまった。ハイト、スマホ固まった。直して。ハイト、鍋、何が好き？
ハイト、鍋、何が好き？おいしいよね、豆乳鍋。一緒に作る？得意、私。なんで？物理的に？気にしないで。なんとなく調べただけ。ハイト、私、鍋は得意。今度、味わって。胃袋、もらい受ける。お酒、飲む？どうする？何か用意する？ありがとう。まだ一緒にいてくれるってことだよね。何飲む？私も何か飲みたい。お客さんが呼んでるみたい。ちょっと行ってくる。なんで私が欲しいの知ってるんだろう。ありがとう。普通に嬉しいし、めっちゃ大事にしよっと。ハイちゃんって記憶力はいい方？ギャたか。嬉しいっちゃ嬉しいけど、やっぱ複雑。なんかドカッと疲れた。ちょっとした世間話のつもりだったのに。わかんない。でもハイちゃんのことは何でも覚えてるよ。覚えてるもん。ハイちゃん緊張して勝手に自己紹介始めてたし。可愛かったな。これからのことも忘れないよ、多分。だって大切な時間だから、ハイちゃんとの時間、私にとってはね。マジで楽しかった。また一緒にお酒飲みながら喋れるの楽しみにしてるからね。